はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども始めさせていただきます。今日はですね、JICA 海外協力隊と参画した後開発コンサルティング会社で働かれている新井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ僕はもう顔見知りなんで新井さんではなくさとみんと呼ばせていただくんで、ちょっと早速さとみんの自己紹介お願いしてもいいですか。新井さとみと申します。私はですね、29歳の時にJICAの海外協力隊に参加して、ウガンダにコミュニティ開発として2年間行ってました。でその後帰国してから開発コンサルティング会社に就職して、今は会社と大学院どちらも行っています。あ、じゃあちょっと具体的なお話は後ほどお伺いさせてもらえたらなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、もうタメ口で行くね。敬語どっちがいいかなと思って。そうだね。さとみんは国際協力に最初に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。私は本当にもう小さい頃こう見ても内気な、子供で、で中学生の時に母が結構教育熱心だったんで、このままじゃダメだと母が思って、はい、で勝手に市の中学生の交換留学みたいなアメリカの歌手ってやっていて、でそれに母が勝手に応募して、しかも応募も書類も母が書いて、当日のくじ引きも妹が私の代わりに行ってアメリカに10日間行って、まあ、ホームステイしたりとか観光地巡ったりとかした時に、あ、世界ってこんな広いんだと、いろんな考え方の人がいるんだと、これは世界に興味を持ったきっかけになったね。なるほど。それでじゃあ実際10日間ぐらいアメリカに行って、アメリカでどういうことされてたんですか。ホームステイをして、うんうん、で私全然英語喋れなかったから、うんうん、ホストファミリーが優しくこうホスピタリティをあふれてもてなしてくれて、はい、たらたらそれを黙ってじゃあ実際それはコミュニケーションはあんまり取れてない。本当ほぼ取れなくて、取れなかったし、観光地行っても日本人と中学生が20人ぐらいで行ったから、うん、みんなとバイバイしながら行っただけで、本当にやっぱりもう現地の人と交流全くなくって、じゃあもうその地域の自然感とかそういうのを感じただけアメリカ人ってどんな人たちなんだろうって感じただけでなるほどね。ただそれがやっぱ中学校2年生で内気な子供にはすごく刺激的で、それが本当の最初の世界に出ていきたいっていうきっかけになった。なるほど。じゃあ最初国際協力のきっかけはまずは海外を知りたいなっていうところから始まったってことですかね。ありがとうございます。じゃあ中学終わって、まあ、海外初めて行って、高校の時もどっか行かれたんですか。高校の時はね、行ってなくてアメリカの大学に行きたいと思ったんだけど。あ、そうなんだ。母に反対されて。いやいや、逆じゃない。そう逆だね。ここは反対かよみたいな感じで反対されて行けなかったんで、はいはいはい、じゃあその高校生の時は勉強とかで、うんまあ、海外とかに行くこともあんまりなかった。もう全然一切なかった。なるほど、うん、じゃあそこで海外に関するような学部に大学を進学したって感じ。いや全くしてないんですよ。あ、そうなんだ。なるほどね。あ、でも海外には興味あったんだよね。あって、そうあったけど何がしたいかもわからない、でもとにかく海外だけに興味があるみたいな形で、はいはい、普通に経済学部に進学して、うん、でもやっぱ海外に興味があるから、まあ、アルバイトで貯めたお金で、うん、いろんな国に行ったりとかは大学の時からしたかな。なるほど、うん、具体的にちょっとお聞きしたいなと思ったんだけど、大学で行った時は自分一人でバックパックみたいな感じで行ったとか。いや最初はやっぱそれが怖くて、まだ18とか19だったから日本とそれ以外っていう感覚しかなくって、うん、でどこでも行きたかったんだよね。ただ、うん、中国に行く旅行が大学の生協のパッケージで募集していて。なるほどね。よくあるやつ。よくあるやつ。一人参加も OK で、うんうんまあ、大学生の子がいろんなところから集まってツアーで8日間ぐらいかな、中国まで船で行って、まあ、新疆まで行って。マジで？で電車で船で行くの？船でやば新疆まで行って、うんうん、電車で帰ってきて、うん、また船で日本に戻るっていうツアーで。そんなツアーあんの？そんなツアー何十年前に。うん十年前マジ？もう飛行機とかじゃなくて船で行って。え、その船は何時間単位で終わるの？200、3日。実際それ20日間ぐらい行ってらっしゃったんですか？20日間ぐらい。実際どうでした？楽しかったですか？あ、すごい楽しかった。友達もいっぱいできてすごく楽しくて、うんうん、あとやっぱりすごくびっくりしたのが、今までやっぱアメリカしか行ったことないで日本しか知らない、でも中国に行ったら、当時って2004年か5年に行ったんだけど、うん、中国まだまだ途上国で、うん、貧富の差がものすごかった。今の中国と全然違って、ビルが建ち始めているけど、はいはいはい、本当その隣にはバラック小屋が並んでいて、昔ながらの生活をしているっていう状況だったのね。はい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 、それがものすごく自分にとっては強烈で、こんだけ違う暮らしをしているこの差は何だろうっていうのが、うんうん、途上国に興味を持つきっかけになった。なるほど。そこで貧富の差っていうところを感じて、うん、で日本戻ってきた後何かアクションしたりしたんですか？それがね、してなくてね。
自分が何かしたいっていう気持ちがすごく強くて、でも何をしたらいいのか、うんうん、どう始めたらいいのか全く何も分からなくて、楽しかったなって帰ってきちゃったんだけど、その1年後に今度はメキシコにボランティアで行ったんだよね、うん、っていうのは世界の若者が1個の NGO 団体に応募して、その NGO 団体がいろんな国との NGO 団体と提携してて、その大学生とか若者を各国に割り振るという、へー、 NGO の団体の名前は、あ、それナイス、ナイス、あ、でも聞いたことある、ね、あ、ボランティアを集めてるようなところだよね。そうそう、ボランティアを集めてる、ね、はい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 、今もあると思うんだけど、なるほど、まあ、で実際応募してどれぐらいメキシコに行かれてたんですか。プログラム自体は3週間あ、そうなんだ、で、まあ、それプラス、まあ、あと1週間自分でつけて旅行に、そういう柔軟な対応もできるわけ、うん、え、実際メキシコに3週間いたとして、うん、それって航空代も含めてどれぐらいでした。当時の成田メキシコシティ間の航空券代プラス、基本的にボランティアだから無料で受け入れてもらって、で無料でそのまあ住居とかご飯を提供してもらえるんだけど、当時そのメキシコって今と違ってまだまだ開発が遅れてる国だったので、私たちボランティア側が3万円ぐらいかな負担しなきゃいけない、うん、あ、そうなんだ。3万円か2万円かちょっと覚えてないんだけど。へえ、じゃあそれを渡すってこと。そうそう、それをそのナイスっていう団体を通して向こうに払って、うん、で多分その向こうのボランティア団体が住居とか提供してくる現地の方に費用として、うん、住居費食事代として払って、うん、それでもう迎え入れてくれたという。なるほど。じゃあ3週間ぐらいで20万ぐらいでしょ。そうだね、20万ぐらいかな全部ね、うんうん、で実際ボランティアに行ったところはどんなボランティア団体に行ったんですか。メキシコのボランティア団体直接的にやるってことはなかったんだけど、待ち合わせ場所に行って、で、うんうん、まあ、いろんな団体から派遣されているリーダーみたいなメキシコ人と一緒に、はいはい、その時は 7,8 人いたのかな、日本人私以外にもう一人いて、おったのが、 あとみんなイタリア人とか、はいはいはい、スペイン人とか、あ、でも結構いるんだね、いろんな国の人 が、うん、イギリス人もいたかな、はいはい、で、でそれが 7,8 人のパーティーで一緒にゴミ中のところまで車で連れてって枯れて、うん、え、何したんですかそこで。いや、それがね、まあ、何もね、ただの大学生で20歳ぐらいの何もできないでしょ、うん、だからひたすらツルハシとクワを持って荒れ地を開墾3週間それ日本でもできちゃうじゃん。そうそう、3週間え、それいろいろ学べました。5キロぐらいしたねあ、まあ、でもやっぱメキシコっていう文化も知れたって感じですかね。知れたし、うんうん、すごく大きかったのがいろんな国の人とお話できたことかな、うん、あ、そういうことですね、まあ、確かにイギリスとかイタリアとか、そうそう、その時は英語はもうある程度喋れるようになってました。それがね、喋れなかったねえ、でも中学とか高校よりは全然喋れるようになってたんですよね。そうだけど、待ち合わせ明日はじゃあここに7時ねとか、うんうん、そのぐらい分かったんだけど、やっぱり複雑な話1対1で合わせてもらいながら日常会話できたんだけど、うんうん、みんなで喋るともう全然何言ってるか分からないっていう状況だった、うんうん、よく行ったなって思って、しかもスペイン語何も喋れないのによく行ったなって。確かにね、メキシコはスペイン語か。そうそう、なるほど、そっか。じゃあその2週間で一番自分が学んだことって何かあります。伝えられることっていうのは、とにかく興味があったらもうやっちゃえばいいんじゃないかな。あ、はいはいはい、なんかすごく不安で思ったりとか、うん、こんなことして大丈夫かな自分とか思うかもしれないけど、うん、行っちゃえばなんとかなるし行っちゃえばなんか楽しいしみたいな感じのところはあるのかな、はい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 、でそれがきっかけになって何か次につながるっていうことも、うんうん、行く前はそんなことあるわけないとか、うん、まさかとか思っていても、意外に新しいことを次につながることってあっちゃうんだなって思う、はい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 、あ、なるほどね、うん、じゃあもうやっぱ自分の中の自信みたいなのちょっとあったのかな、うん、いや何も考えてなかっただけだよ今思ってもなんで行ったんだろうと思うもんね。そうなんだ。母親にも本当あんたバカじゃないのって言われてそうなんだ。じゃあメキシコ終わって、うん、その次はどこも行ってないんですか。その次は卒業した時に、うん、ちょうどね1ヶ月か2ヶ月くらい休みあるでしょ、はい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 、その時に今度は1人でペルーとボリビアに行って、ついに1人デビュー1人デビューして、ね、ただそれも1人じゃなくて、その1人で行くけど、はいはい、向こうで世界中の人たちと一緒に交流しながら旅をしていくっていう、はいはい、うん、そこで海外の人たちとコミュニケーション取るとか、うん、海外に行くっていうのは単純に好きだったってことだったんですね。そうだね、本当に単純にいろんな人とコミュニケーションが好きで、実際私の大学卒業してから、まあ、就職してからももう本当毎年のように一人でバックパックでいろんな国を旅して普通に過ごすんじゃなくて、現地の人といろんな話したりとかっていうのがすごく好きで、結婚式入れてもらったりとか、お葬式見に行ったりとか、はいはいはい、それでいろいろ喋ってっていうのが好きだったかな。でもそのきっかけが全部そのね、アメリカから続くよくわかんないその海外感みたいなのがあったんだ、うん、じゃあそこで大学卒業してから就職をしていくっていう形ですよね、うんうんうん、じゃあちょっとこの後は大学卒業してから就職して、その後 JICA 海外協力隊何したかっていうところまでをちょっと話してもらおうかなって思ってます。了解です。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。